旧井原市歯科委院は、静岡県静岡市清水区にある建築物。旧井原らし邸などとも呼ばれる。1914年頃の竣工とされる洋風建築である。登録有形文化財。静岡県伊原郡神原町は、東海道の宿場町として栄えた町である。後に、井原市歯科委院となる建物は、大正期以前に神原塾の旧東海道に面して建築された。 町屋の旧家である。この旧家の当主である、いがらしひとしは、東京市会学専門学校の卒業後、九百十四年頃に旧家を改築して、いがらし市会院を開業した。委員と住宅を兼用している。設計は、地元の大工である、吉田玄吉とされる。九百十八年頃には西側を増築し、九百四十年から九百四十一年頃には、 東側を増築した。1999年には NPO 法人旧いがラ指定を考える会が設立され管理運営を委託された旧いがラ指定を考える会は来館者に対する庭内ガイドなどを行っている。2000年9月26日には国の登録有形文化財に登録された。旧いが市指揮委員では折に触れてイベントなどが開催されている。内部は 和風の住宅であるが、外観は洋風であることが特徴であり、ガラス窓が多用されている。2階には、大正時代に建設された、当時のまま診療室、技工室、待合室が残っており、室内には、診療台、薬剤箱、手洗い機なども残っている。ありがとうございます。